はい、どうもこんにちは。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、今までに解説してきたいろんなねテクニックがあるんですけれども、その組み合わせでねこんなことができますよっていうお話をしたいなと思っています。で、今回ね紹介するのは、最近何回かね取り上げているルミノシティマスクとオートンエフェクトですね、オートン効果を組み合わせて使うという説明をさせていただきたいなと思います。このテクニックは自分もそうなんですけど、風景写真をやられている方にとってはもう必須のテクニックになってくるんじゃないかなと思います。もうね早速今日から使えるテクニックになりますので、ぜひ覚えて使ってみていただければ嬉しいです。では早速やっていきましょう。まずね、オートエフェクトの回の復習を軽くします。まずは背景レイヤーをダブルクリックしてロックを解除します。今まで使ったアクションをね組み合わせて使っていくので、アクションのパネルを開いてください。ウィンドウ、アクションですね、はい、こちらに出てきました。ではまずオートエフェクトですね、こちらにオートエフェクトのアクションがあるので、これを実行してください。ちょっと調整をして20ピクセルでいいですかね。はい、こんな感じです。今やったことがちょっとよくわからないって方は、前回のね動画を見ていただければいいかなと思うので、またね概要欄と上のカードに出しておくので、そちらを先に見てください。はい、ということでね、今オートエフェクトができました。でここでねルミノシティマスクを組み合わせたいので、ルミノシティマスクを作ります。同じくアクションパネルからこちらのルミノシティマスク JP ってやつですね、こちらを実行してください。はい、そうするとですね、こちらのチャンネルっていう方のタブに、このね、こんな形でルミノシティマスクが作られていることがわかります。こちらについても内容がね、ちょっと具体的に何やってるのかわかりませんという方がもしいらっしゃいましたら、前の動画でね、ここを細かく説明しているので、そちらを見ていただければ嬉しいです。では、今何がしたいかと言いますと、このオートンエフェクトですね、このありなしで見たらこんな感じなんですけど、で、ね、オートンエフェクトの回でも説明をしたんですが、オートンエフェクトを使うとかなりね、こうふわっとした、このちょっと拡大してみますけど、この全体的にふわっとした雰囲気が出て、非常にね、こう幻想的な雰囲気になるんですけれども、逆に言うと、まあ、全体的にね、こうぼやっとした感じになりすぎてしまって、ちょっとこう、なんでしょうね、ボケてるというか、そういうような印象になってしまうっていうことも出てくるかと思います。そんな時にルミノシティマスクは非常に効果的に使うことができます。具体的にどういうふうに使っていくかというと、今ねこの写真全体に対してオートンエフェクトがかかっている状態、このねオートンエフェクトについているマスクを見ると真っ白になっている状態、画面全体に効いてますよっていう状態になってるんですけれども、ルミノシティマスクを使うと自分のねかけたい部分だけにオートンエフェクトをかけることができるようになります。で具体的にねどんな感じで使っていくかっていうと、光が当たっているところ、明るいところほどオートンエフェクトが強くかかるようにするといいんじゃないかなというふうに思っています。ではね早速やっていきたいんですけれども、チャンネルパネルを開いて、前にね説明したのと同じように、こんなふうにねいろんなルミノシティマスクがあるんですけど、そこでどこにねオートンエフェクトをかけたいのかっていうのを見ていきます。これ見方としてはね、具体的になんですけど、この画面の中で白くなってる部分、明るい部分ですねほど強く効果がかかります。そしてこの黒い部分ですね、黒いところほど弱く効果がかかります。ということでね、試しにブライツワンを使ってやってみますと、こちらを Mac であればコマンドを押しながら、Windows であればコントロールを押しながら、こちらのブライツワンのサムネイルをクリックします。この状態で一旦ねこのね RGB の方にこのチャンネルを戻していただいて、そしてレイヤーに戻ります。そして今ねオートンエフェクトにはすでにこの白いね四角いマスクがついているので、一旦これをドラッグ&ドロップでゴミ箱に入れると、ここのねマスクが消えます。その状態でこのねオートンエフェクトっていうこのグループを選んでいただいて、その状態でこのねマスクをつけるボタンをクリックします。前回までではマスクをね調整レイヤーにかけますっていうお話はしたんですけれども、実はグループにもマスクをかけることができます。これは初めてになるんですけど、調整レイヤーであってもグループであってもこのねレイヤーに表示されているものにはマスクをかけることができます。で今ねこのねマスクありなしの比較をしてみたいんですけど、このねマスクのサムネイルですね、
ここをシフトを押しながらクリックするとマスクがない状態、まあ、いわゆる白い四角の状態ですね、画面全体に効果が出ている状態に戻ります。そしてね、このマスクのサムネイルの上には×っていう風になっていて、マスクがないですよっていう状態になります。そしてもう一度シフトを押しながらこのサムネイルですね、ここをクリックしてあげるとマスクが適用された状態に戻ります。もう一度やってみます。シフトを押しながらこのサムネイルをクリックするとマスクがない状態、もう一度やると今のマスクの表示に戻ります。はい、ということでね、もう一度ねマスクを一旦外して見てみるとこんな感じになっています。ずいぶんね、あのマスクをかけたことによってオートエフェクトの効果が弱くなっていることがわかると思います。ではこのオートエフェクトがない状態と比較してみるとどうなのかをやってみます。今度はこちらのね目のマークをオンオフすることで、このねオートエフェクトのグループのレイヤー自体を表示をね消してみたりつけてみたりということで比較していきます。ではやってみます。こんな感じですね。これが元々のレイヤー0の状態、そしてこの上にオートエフェクトってことになるんですけど、かなりね効果がこう弱いですけどかかってはいるということがわかります。こんな感じですね。これがこれになるような感じです。ということでこんな感じでね、ルミノシティマスクとオートエフェクト組み合わせて使っていただけると、あのまあ自分の好みの状態にねさらに近づけることができるのでいいかなと思うんですけど、僕の個人的な好みでは今ブライツ1でやったんですけど、個人的にはね真ん中辺の明るさに強くかかる、まあ、3つのまあ 1,2,3 の中でまあ 3つ2 とかですね、3つ1あたりが結構好みなんですけれども、それも試しにやってみようかなというふうに思います。で同じようにチャンネルパネルに入っていただいて、3つ1、3つ2をちょっと見てみます。そうですね、3つ2でやってみましょうかね、まあ、この辺もねいろいろやってみて自分の好みを探していただければいいかなと思うんですけど、3つ2で今やってみます。Mac だったらコマンドを押しながら、 Windows だったらコントロールを押しながら3つ2のサムネイルをクリックします。そして先ほどと同じようにこの RGB のところに目を入れて、この3つ2の目を消します。この状態でレイヤーパネルに戻っていただいて、今ねすでにオートエフェクトには先ほどのブライツ1のマスクがくっついているので、これを一旦ドラッグ&ドロップでゴミ箱に入れて消します。はい、そしてこの状態で今ねオートエフェクトっていうこのグループが選択されていることを確認して、このマスクを作るボタンをクリックします。はい、こんな感じですね。今このレイヤー全体をオンオフしてみると、これが元の状態、そしてこれが今オートエフェクトがかかった状態になりますね。これが元の状態、これがオートエフェクトがある状態です。ちなみにオートエフェクトが完全に全体にかかっている状態と比較してみようと思うと、シフトを押しながらこちらのサムネイルをクリックするとその状態が見れます。これがフルでかかっている状態、そしてこちらが今ミッズ2のマスクをつけた状態になります。まあ、この辺はね好みになってくるので、まあ、こっちの方が幻想的というか全体的にふわっとして絵画のような感じでいいよっていう方もいらっしゃれば、このね、まあ、ちょっとだけかかってる状態がいいよっていう方もいらっしゃると思うんで、そこはまあ好みになってくると思うんですけれども、まあ、他にもいろいろルミノシティマスクはありますので、それを組み合わせて自分の好きな状態でねオートエフェクトを使っていただければいいかなと思います。僕個人的にはね3つ1、3つ2あたりのマスク、もしくはブライツ1ですかね、その辺のマスクを組み合わせて使うのが多いかなというふうに思います。はい、ということで今回はすでにチュートリアルで説明しているオートン効果とルミノシティマスクを組み合わせて使う方法をご紹介させていただきました。まあ、今回のポイントは今までやったように調整レイヤーだけじゃなくてグループにもマスクをかけることができますというところですね。皆さんも自分の好みの状態を探してぜひねオートエフェクトとルミノシティマスクを組み合わせた使い方をやってみていただければ嬉しいなというふうに思っています。また質問があればコメント欄の方に書いていただければ回答しますのでよろしくお願いします。そして今回もですねこの動画が良かったよって方はグッドボタンとチャンネル登録をしていただければ励みになりますのでよろしくお願いします。ということでまた次回の動画よろしくお願いします。ではでは。